日本軍は優秀な兵器を数々誕生させてきましたが、空襲で兵器の量産が不可能になると、航空機で敵艦に衝突する、神風特別攻撃隊を編成。人間が乗り物に爆弾をつけて搭乗したまま敵に衝突する、特攻が日本で行われていた中、ソビエト社会主義共和国連邦には、とんでもない動物兵器がありました。その兵器の名前は対戦車剣です。対戦車剣は、背中に爆薬と起爆スイッチとなる木製レバーを背負い、木製レバーを垂直に立て、戦車を目指して走る。爆薬を背負った空腹の犬を敵戦車の前に放ち、戦車の下に潜り込んだところで起爆レバーが倒れ、敵戦車を破壊する計画であった。ソ連側の記録によればおよそ300の敵戦車を撃破したとされる。しかし、こんな問題が多く発生した。精度は高いとは言い難。たとえ訓練を積んだ対戦車剣といえども、敵戦車が走行する際に発する激しい騒音に怯え、逃げ出ったり自陣に駆け戻り、自爆するなど、扱いの難しい兵器であった。また当初、訓練に自分の戦車を用いたため、それに対する条件反射が成立してしまい、ドイツ戦車は無視して、味方戦車に向かって突っ込んでしまうという、大きな失敗もあった。一方、ドイツ軍は対戦車剣を警戒した。戦車砲や機関銃の最低区画よりも背の低い犬は視認できても攻撃を防ぐことが難しく脅威であった。対抗策として、戦車に火炎放射器を搭載し、対戦車剣を焼き払うことが試みられた。犬にて食わしてドイツ軍側がこれを銃撃したため、奇襲が失敗したケースもある。特に1942年に起こった戦闘ではドイツ軍の火炎攻撃に対戦車剣たちはパニックに陥り、逃げ帰って自軍部隊に甚大な被害を与え、ついには部隊の撤退を余儀なくされるに至った。この一件からほどなくして、対戦車剣は実戦の場から姿を消している。